どうも、漢検一級3回目の合格に向けて、かなり危機感を感じている系芸人のキクリンです。はい、ということでね、これを、録画してるのは漢検のね、試験10月17日のちょうど10日前ですかね。はい、10日に迫ってまいりましたけど、現状の私の、状況を正直に言いますと、そうですね、3年前に、漢検1級合格ね、2回目の合格をしてるんですけども、その時の、勉強の仕上がり具合を100だとするならば、今の私の状況はそうですね、10日前にして90ってとこでしょうね。はい、まあそこそこ戻してきましたけれども、しかし今の時点で受けたら落ちるだろうなっていうのもありますし、この3年間の間に僕の感じでは 10% ぐらい、テストが難しくなってると思いますから、実質、そうですね、まだ10点15点ぐらい届いてないかもしれないっていう仕上がりですね。まあね、やってみてね、久しぶりに、本域で漢検の勉強してみて改めて思ったのは、1級はやっぱむずいね。むずいというか、もうやらなきゃいけない量が多すぎるんですよね。それに加えて私この3年間でね、もうクイズにはまっちゃいましてね、まあクイズ番組も実際結構出させてもらいましたけどね、もうこの間にクイズの本いっぱいやったりだとかね、ね、もういろんなね、クイズなんかも本し調べたりね、仕入れたりしてね、そしてね、この3年の間にこれね、はい、知識検定1級なんかも取ったりしてね、これ1000問ありますからね、これのための勉強とかもやったりしてね、正直脳のキャパがね、言い訳ですよ。今私は言い訳をしています。キャパがね、空いてないんですよね。もう覚えた先から出てっちゃうって感じになってるんですけれども、まあそんな弱音はさておきですね。で、今日は何をやるかと言いますと、まずこの漢検1級合格へ向けて絶対に押さえておかなきゃいけない基本資料っていうのは何だっていうのと、そしてこの3年間で難しくなってる分、さらにその基本資料に足さなきゃいけないものは何なのかっていうのをね、解説したいなと思ってますね。まず漢検1級に向けて、つまり私がですね、3年前合格した段階ぐらいのレベルで必要だった、基本資料っていうのを紹介したいですね。まず絶対に必要なのはその1がですね、過去問ですね。まあ、10年から15年分ぐらいの過去問、ね、これ私はね、まあ、2011年のから持ってますんで、まあ、10年分ですね。この過去問っていうのはまず基本としてやっておかなきゃいけないですね。これはまあとりあえず私現時点で1周、やり直しましたね。はい、まあ、これ絶対的に必要ですね。そして、次に必要になってくるのが漢検、四字熟語辞典ですね。はい、で1級のことだけを言うならば、この中に1000個ぐらいありますよね。私動画作りましたけどね、漢検1級四字熟語辞典にある、1級配当の四字熟語1000個ぐらいね、これ基本資料の2ですね。これは覚えなきゃいけないと。そして3つ目はそうですね、ここからあの漢検のこれですね、はい、漢検漢字辞典じゃないですね、漢検漢字辞典の、まあこれ全部やればね受かるんですけどねそれもなかなか無理なんで、絞ってやるとしたらそうですね、必要になってくるのは後ろに索引ってのがありましてね、まず私が、使うのはこの熟字訓当て字索引っていうのがね、熟字訓当て字索引っていうね、まあこの当て字の部分のやつがまあ、2000個くらい載ってるんです。これ全部覚えるってのはきついんで、まあ、出そうだなっていうのにね、だいたい印つけていくっていう、これをまあ一さらいすると。そして同じくこの作品にあるですね、古事ことわざ作品っていうのもありますから、この中で出そうなんだなっていうのは私は蛍光ペンでチェックしてますけど、はい、ここで古事ことわざも拾っていくっていうのはね、はい、これ基本資料の4ってとこですかね。そしてそれに加えて、必要になってくるのがこちらですね。はい、こちらはですね、私が、この動画でもよく出しているですね、名前出させてもらってる漢検1級模擬試験倉庫さんっていうね、漢検1級の勉強に特化して、まあ、準1級とかも出してくれてると思いましたけど、まあ、そういうサイトがあるんですね。そのサイトでいろいろと資料を出してくれてて本当にありがたいね、模試とかも作ってくれてるんですけど、その中で非常に役立つのはこちらですね、漢検1級配当の、大見出し語の二字熟語を、これね、1ページあたり50個で、50個じゃないや、1ページあたり250個かける5枚分のね、プリントアウトしたら5枚分のね、まあ資料になるんですけど、約1250個の、1級大見出し二字熟語ですね。はい、これはね、覚えますと、対義語、類義語とか、語選択とかでの基本になるわけですね。はい、この資料ね、これが5個目ですね。はい、この5つの資料を完璧にやりますと、
3年前の私が合格したってことですね。はい、ほぼこの5つですね。この5つに絞って私はやっておりました。そうしますと、この基本資料5つで、まあまあギリギリ合格できました。3年前の段階ではね。はい、ですからこれを絞ってやるっていうのが最短合格ルートかなと思ってやっておりましたが、ただ私の過去問ね、去年とか一昨年のやった感じやっぱちょっと難しくなってるんで、特に傾向として、一級配当の漢字だけじゃなくて常用漢字がさらに出るようになったんで、ここで足さなきゃいけない基本資料として出てきたのがまた漢検一級模擬試験総合さんで恐縮なんですけど、これまた出してくれてるね、常用漢字の二字熟語っていうのはこれ2枚分ぐらいね、これだから500個ですね。はい、これも出してくれてますね。これを扱った動画も出してますんでね、過去によかったらやってください。この常用漢字二字熟語、これも大見出し語をね抜いてくれてるんですけど、もちろんいっぱいある中で絞ってくれてるんですけどね。はい、この500個も覚えようと。そしてまた漢検一級模擬試験総合さんね、今度常用漢字の四字熟語ですね。常用漢字の四字熟語を、同じくね800個 まとめてくれてますね。800個結構多いですけど、ただ常用漢字のね四字熟語はね、まあ漢字自体は簡単なんで書けると思いますんでね、これはもう読み流す漢字でいいと思うんですけど、この800個に挑むということで、この7つの基本セットで、漢検一級に挑もうじゃないかっていうのが、3年ぶりに漢検一級受ける私の基本姿勢なんですけど、ただここでですね、残り10日になって、まあ実際で勉強できるのは1週間ぐらいしかないと思うんですけども、その1週間、まあ、この動画はもう5日前とかだと思いますけれども、ここからのラストスパートで何をやるかっていう話をしたいと思いますね。今紹介した基本セットはまずやります。ね、でもこの基本セットっていうのは、絞ったのを、完璧に、仕上げていくっていうやり方ですけども、ただ、私が今思ってる漢検一級、最近の漢検一級が求めてるっていうのは、絞ったのを勉強して完璧に仕上げていくってことじゃないんじゃないかって気がしてるんですね。なんで最近の難しくなってるかっていうと、最近の漢検一級が求めているのはできるだけ多くの漢字知識を持ってるかどうかが試されてるってことだと思うんですね。そこで必要になってくるのはできるだけ多くの漢字に触れるってことですね。絞ったのを山張って勉強するってのも大事なんですけれども、多くの漢字に触れる必要が出てきたんじゃないかと思うんですね。そこで私が今回使わせてもらおうと思ってるのがですね、これもまた漢字のねサイトなんですけどね、漢検一級支援サイトということでね作られている漢字帝筆さんですね。はい、これ帝は たくましいって感じかな、たくましいに筆帝筆、漢字帝筆さんというね漢検のねサイトがあるんですけど、これこの存在は正直私知ってましたよ。知ってましたけど、今までなんでちょっと使ってなかったかっていうと、まあ、取り上げてくださってるね問題数が多すぎるんじゃないかと、14,728問、ね、現時点でね登録されてるんですけど、ちょっと多いなということで私手出してなかったんですけど、ただこれからの今求められる漢検一級の知識っていうのはやっぱより多くの問題に触れることなんじゃないかということで、今回ですねラストスパート、漢検一級に向けてラストスパートで私この漢字提出さんに頼らさせていただこうと思ってます。これ基本方針ですね。これすごいんですよ。例えば音読みだけでね4200問作ってくれてますね。はい、まあ、これ何がいいってね、スマホでできちゃうというのがいいですね。はい、これ問題形式にもなってるし、Excel で表を見ることもできますしね、どういうやり方でもいいんですけど、まあ、音読みだけで4200問ちょっと多すぎるかなとは思うんですけれども、ちゃんとね段階を分けてくれてるんですね。初学者必修用、合格者志望向け、高得点志望者向けって3段階に分けてくれてまして、私初学者ではないですね、合格してますから。そして別に高得点で合格したわけじゃないですね。180点とか190点で合格したわけじゃないんで、160から170点ぐらい取りたいっていう人間なんで、合格者志望向けって段階に絞ってくれてるやつをほぼ中心にやりたいと思いますね。音読みだったら、1453個に絞ってくれてますから、これだったらまあ一応手出ますよね。はい、他にも訓読みだったらまあそうですね、700個ぐらい絞ってくれてる、800個ぐらいかな絞ってくれてるとかね。はい、それに手を出していこうかなと。これすごい素晴らしいのはね、なんかね20もその1400個とかある中からランダムで20個拾って、問題形式してくれてるんですね。そしてやっぱこうスマホでできるっていうのはね非常にいいですね。私あんまり書かない方針でやってますんでね、ちょうどいいですね。あんま書かなくて、頭に思い浮かばないなら書かなくていいと思ってるんで、はい、国字とかもねちゃんとねある全部ねあるんですよ。四字熟語とかね、はい、いろんなジャンルごとに絞って、まあ絞ってくれてるけど用意ってね、私が、今求めている
できるだけ多くの数に触れるっていうのに一番適した資料としてこの漢字提出さんがね非常にいいんじゃないかなっていう、まあ今まであんまやってなかったんでね、本当今更頼って申し訳ないんですけどね、今回はですね3年ぶりの漢検1級受験に向けて私はですね漢字提出さんをラストスパートでねちょっとやらさせていただこうと思ってますね。はい、勝手に紹介させていただきましてね、サイト作ってくださってる方ね申し訳ない、はい、本当にありがとうございますね。はい、ということで、今回最初前半に紹介しました基本資料と漢字提出さんでできるだけ多くの漢字に触れるっていうね、絞ったものを完璧に仕上げるっていう方針だと、3年前の漢検1級なら受かったと思うんですけど、今のやつは受かんないんじゃないかって仮説ね、これ仮説のもとやっていきたいと思いますので、できるだけ多くの漢字に触れて、合格を目指したいと思っておりますというね、ちょっとふわっとした動画になっちゃいましたけどね、まあそうですね、とにかくねもう皆さんも残りこの動画上がってる頃には本当にギリギリになってると思いますけども、まあ、一級受ける方はですね、やっぱ絞るのも大事ですけどね、今の漢検はもう分かってるって範囲の基本よりもできるだけ多くの数に今まで触れてなかったものに触れるってことが大事だと思います。で今の漢検一級は、過去問じゃなくて初見で出てくるものをどれだけできるかっていうのが、鍵になってくるんじゃないかという私の仮説でやっておりますので、ぜひ私と共に皆さんも一級にチャレンジしていきましょう。以上、漢検一級3年ぶりの合格に向けてかなりビビってる芸人のキクリンでした。